ロシアが30年間流し続けた謎のブザー音が止まったという割とどうでも良さそうなタイトルのスレッドが立った2チャンネル。しかし、とある動画が投稿されたことにより、話は思いもよらない方向に進展し、スレミンたちを恐怖へ引きずり込むのでした。イッチは、とあるサイトの文章をコピペしたようで、そこにはザ・ブザーの名で知られるロシアの短波無線局 UVB76 のブザーが鳴りやんだと書かれており、なんでもこの無線局では1982年から休みなくブザー音を流し、時々ロシア語のメッセージも放送していたとのこと。そしてその目的は一切不明であり、モスクワ軍への命令を送信している、や、何らかの装置や設備が正常に作動していることを示すシグナル、などという説もありますが、その真偽は不明なのだそうです。これに対し、スレミンたちはいつも通りの対応で、俺がコード引っこ抜いたから止まった、と言って滑り倒すスレミンや、12秒の発作が出始めるスレミン。さらに、村人ゾンビ化を予言するウォーキングデッド2期なども現れますが、ここであるスレミンが問題となっているロシアのブザー音を収録した動画のリンクを貼りました。この動画を見て謎のブザー音を聞いたスレミンたちは口々に怖いと言い出したり、ツインビーのボスが出てきそうなどマニアックな表現でその怖さを伝えます。さらに一人のスレミンが、右のリンクのこっちの方が怖い、と言い、動画の右側に現れるおすすめ動画のうちのとある動画をアップすると、そのあまりの恐ろしさに発達したおもなし前線がスレ内を包み始めます。その動画がこちらです。その一方で、うかつにも動画を開いてしまったスレミンとは違い、サムネを見ただけで伝わるその恐怖に、まだ動画を見ることすらできないスレミンたちも多く存在しました。そんな中で、勇気振り絞って全部見た、という、あるのかないのかわからないくらいミクロの勇気を振り絞ったスレミンの感想は、俺が生きてきた中で怖い動画第一位、見なきゃよかったと後悔、心霊関係弱い奴は見ない方がいい、と、ホラー映画の口コミみたいなことを言い出し、ビビり倒します。その後も、スレミンたちは、ロシアのブザー音について考察したり、サムネだけで怖いと噂になっていた、謎の女性が映る恐怖動画を見て怖がります。そして、みんなが怖い怖い言う動画なんて絶対に見ない、というスレミンに対し、いつも通りの大パチコキニチャニチャニキも出現しましたが、ここでブザーの動画も謎の女性の動画もどこが怖いかわからないと怖くないアピールをしだしたアベハゼを名乗るスレミンにより事態は急変します。これに対しブザーが怖くないのはわかるが、謎の女性動画が怖くないやつは異常、死体が動いてても平然としてるタイプだな、とあるスレミンからいまいち的を得ないツッコミが入ると、そりゃ死体が動いたらビビるだろうけど、と思ったよりツッコミがぶっ刺さってる様子のアベハゼが、裸の女がうねうねしてるだけの動画なんて、チンコは立っても鳥肌は立たねえだろう、と言い放ち、この予想外のアベハゼ発言にスレミンたちは混乱します。そして、そのスレミンの反応を見て、あれ、謎の女性の動画の話だよな、と確認を取るアベハゼ。それに対し、お前の方が怖えよ。お前には裸の女に見えたんだ、と、あの恐怖動画がアベハゼだけには裸の女性に見えていることなど信じられず、からかい半分のスレミンたちがコメントすると、アベハゼは、ちょっと待った、と言って、あれは裸の女が行ったり来たりしながら、うねうねしてるだけの動画だよな、と、再度スレミンたちに確認し、さらに、
お前らが変なこと言うから怖くなってきたぞ、と、安倍ハゼも一歩も譲らない構えなのでした。そんな安倍ハゼの投稿から、どうやらガチっぽい雰囲気を察したスレミンたちは、驚きと恐怖の入り混じった悲鳴を上げ始めますが、当の安倍ハゼは、20秒くらいの間隔で行ったり来たりしてる。近づいてくる時しか裸は見えないけど、などと、またしても平然と言ってのけます。この発言を聞いて、非常に危ない状態、霊が乗るぞ、と、面白がって安倍ハゼを怖がらせようとする、ジメジメした湿度高め2機も現れますが、あるスレミンが、裸の女はいつ近づいてくるんだよ、と、安倍ハゼに質問すると、だから往復20秒くらいで、奥に行ったり、手前に来たりしてるじゃねえか、と言った安倍ハゼは、ここでやっとスレないで自分だけが浮いていることに気づき、え、俺の頭がおかしいの、釣り、と、全スレミンが自分にドッキリしてる説、という壮大な自意識過剰発言をし、頭が混乱している様子を晒します。その後も、スレミンたちからは、行ったり来たりなんかしていない、いや、首から上しか映ってないから、裸かどうかなんてわからない、といった、あの動画についてのごく当たり前の反応が寄せられますが、それでも女性の裸は見れるもんなら見てみたいスレミンたちによって、安倍ハゼはスクショを要求されます。スレミンたちの要求に、ちょっと待ってろ、と答えた安倍ハゼが、数分後に、意味わからん、と言って、アップした画像は、リンク切れで、今は見れないものの、スレミンたちの反応から、安倍ハゼの上げた画像は、おそらく、例の女性の顔が映っているだけで、その画像が裸の女性に見えていると訴える安倍ハゼを、スレミンたちは本気で心配し始めます。とりあえず、ここまででスレミンたちが得た情報は、画像の女性が、前田敦子か、青い空に似ているということだけなのでした。そんな心配するスレミンたちをよそに、悪乗りやめろマジで、本気で怖くなってきた、と、オールスレミンに釣られていると思っている安倍ハゼがコメントすると、お前にはスクショの画像も裸の女に見えているのか、と、あるスレミンが確信に迫ります。それに対し、だからそうだって言ってんだろ、霊感なんて、かけらもないし、社会人になってから、霊の存在信じるような口になりたくねえよ。と、半ば逆ギレした安倍ハゼが答えました。そして、この安倍ハゼの勢いに、いよいよ怖くなってきたスレミンたちが戸惑う中、ここで一人のスレミンがある仮説を立てます。その内容は、まず、ロシアのブザー音の動画を見て、何らかの強制的な暗示がかかり、その後、謎の女性の動画を見ると、脳内に異常が起こって幻覚が見えるのではないか、というものでした。さらに、このスレミンは、この二つの動画を連続で視聴した人間は、同じ現象に陥っている可能性があるというのです。しかし、この仮説は、スレ内での賛同は得られず、胸、や、あそこが映っているかどうかが気になって仕方ない。ムラムラスレミンが多く存在する中、もう仕事行くわ、と気分を害した様子の安倍ハゼは、最後に教えてほしい、と言って、お前ら本気で言ってるのか、それとも悪乗りに乗っかってるだけ、と、あくまでも自分には裸の女性が見えていることを訴えます。そして、スレミンたちが本気で言っているのなら、帰りに病院行ってくる、と付け加えました。本気で訴える安倍ハゼに、一部のスレミンは自分たちが見たままの動画の様子を安倍ハゼに伝え、それに納得した安倍ハゼは、ありがとう、病院行くわ、と言い残して去っていき、この後、スレに戻ってくることはありませんでした。そして、安倍ハゼが消えた後のスレでは、主にロシアのブザー音についての大考察会が開かれましたが、結局答えは出ないまま、安倍ハゼが見ていたものは何だったのかもわからずに、
このスレは1000を迎えて終了するのでした。あなたには何が見えましたか？ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。